沿線風景起点の石毛駅茨城県道332号石毛停車場線は茨城県常総市にある関東鉄道常総線石毛駅と接続する県道である。1959年10月14日新たな県道として有機郡石毛町大和座新石毛の石毛停車場を起点とし県道下立取出線行点交点を終点とする 区間を本路線とする県道石毛停車場線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号332となり、現在に至る。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ABC 道路の区域決定茨城県法。 公外10月14日より、ハット ABCDE、茨城県道路元京長所平成26年4月1日現在、茨城県法、第779号対象9年4月1日、茨城県国地第147号より、県道路線認定茨城県法、公外10月14日より、県道の路線名及び、整理番号の変更、茨城県法、第三十七号、 ピアニッシモ、82、電線共同校を整備すべき道路の指定、茨城県法、第92号、ピアニッシモ、17、18、ありがとうございます。